西宮渓村にやってまいりました。エイが大量にいますね。かなりのエイが泳いでいます。釣り人はね、非常に少ないです。まあ、平時ということもありますので、こんな感じですかね。入り口付近の方、サビキ釣りをされていましたが、今のところ当たりはなしということです。またシーバス狙いの方もちょっとエイがかかるということですね。